はい、皆さんこんにちは、ピカです。ペルソナ4やっていくよ。はい、それではね、前回誰もいねえな。あなたたちだけですか。漢字をね助けて、そして最後にねユキコに放課後誘われたんでね、まあ行ってこよう。どこ行けばいいんだろう。どこ行けばいいんだっけ。1階か。ああ、いた。どうですか、私の見事な成績を見てるんですか。ピカ君、なんだか教室以外で会うと新鮮だね。あ、私はこの掲示板の係でね、時々掲示物を貼ったりしなきゃいけないの。今日のところはもう終わったけどね。すごす。初めてだな。本屋、四つ目内堂っていうの、あれ。ユキコはどうやら資格の本を買ったようだ。へえへえ。よかった、最後の一冊だった。この本、いろんな資格のことが詳しく載ってるって先生に勧められたの。先生って誰ですか。いや、二つとも興味あるな。資格って何の資格。進路指導の先生、時々相談に行ってるんだ。テレビの中のもう一人の私が言ってた、旅館を継ぐなんてまっぴらって。あれね、やっぱり私の本当の気持ちだと思う。だからもう少し素直になることにしたんだ。私ね、天城屋旅館継がない。お前が継いで。はい、すいません。すいません、なんでですか。高校出たらこの町出てく。行っちゃった。死んでもらうわ。何の資格、何するんですか。あなたの夢なんか興味あるんですけど。それでね、一人で生きていけるように何か資格を取ろうと思うの。インテリアコーディネーターとかいいかなって。どう。なるほど、女性的ですね。何のことか分かりませんけど。よくなんか聞くよね。なんか壁紙貼り付けたりするんですか。選んだりするんですか。インテリアでしょ。まあコーディネートするいうことやね。まあまあコンサルタントみたいな感じが。何言ってんのって。はい、部屋の内装とか家具を選んで素敵な部屋にする人って感じかな。そういうことですか。でも難しいんだ、資格を取るのにお金がかかって。貴様今いくら持ってる。すいません、あんまりないっす。お母さんたちにはもちろん言えないしさ。ちょっと跳ねてみて。はい。こっそりできるアルバイトでもあればいいんだけど。ひらめた、俺ひらめた今。封筒針のアルバイトなら部屋でできるだろう。これどうですか。封筒です。ペッタペタ貼ればいいんですよ。本当？早速掲示板見てみるね。もう慣れたようだ。OK。
今日は付き合ってくれてありがとう。自分の気持ち人に話すのってちょっとドキドキするけど、頑張ろうって思ったよ。じゃあまたね。うん。ただいま、七子。なんか心がピンク色ですよ、七子。甘酸っぱいものはないですか、道島さん。おー、ゲーム？何言ってんのお前。そういやお前、こないだのテストの成績それなりだったようだな。え？はい。中くらいっす。聞き込みの時に偶然聞いてな、越してきたばっかりでついていけるんなら偉いもんだ。たまには親父さんらしく小遣いでもやらんといかんな。少ないって文句言うなよ。うん。あ、1万円もらってあ、これなんか成績良かったら3万ぐらいくれるみたいですよ、みんな。頑張ります。攻略見ないと成績優秀は無理ですけどね。よーし。まあこれでなんだ、またね、賢治の回復、幹事のね、回復を待っていけばいいんだよね。どうしよう、勉強しようか。そしたら、今日は 何をしようか。屋上。誰かいるかな。ユウスケとかチェイとかいないね。ないな、誰も。これどこいる？あ、あこにサッカー部いる。サッカー部だろ。違ったっけ？違うな。何偉そうなこと言ってんの。どうすりゃいいんじゃ。街に出る。あ、そうだ、みんな、俺さ、なんか強い武器取れるのを忘れてた。どうすかな。そしたら、大丈夫ですか。何してるんですか、そのロッカーと壁に挟まって。猫背の男子生徒、いたずらグッズを買い込んだりいろいろして、財布がピンチだな。は？でも雨の日の、チョムさんが俺にはついてるんだ。雨の日は安売りしてくれっからな。
雨の日の、どういうこと、商店街の人かな。怪我の心配はしなくていいし、がっつり仕掛けてやるぜ。了解しました。あの茶髪ゆうすけじゃないの、ゆうすけじゃないの、おい、茶髪の男性と、とうとう呼び出しだよ。遅刻のせいで生徒指導室行き、マジ面倒ったらねえよ。反省しても遅刻するときはするっつーの。なんでみんな毎日決まった時間に学校に来れんだろうな。おっと、おっかたよ、おいおいすおいす、なんすか男性と。テレビでも特集やってたけど、あの暴走族迷惑だよね。テスト中集中できなくてさ、おばあちゃんに心配かけちゃったよ。どら焼きもらったんだよ、どら焼きをよ。おばあちゃんも眠れてないみたいだし、あの音だけでも止めてくれないかな。何考えてあんな音出してるんだろうね、ほんと信じらんないよねえ、本当に。お前さっきの、とうとう呼び出しだよ。道間違えてまだこっちに来ちゃったよ。分かった、了解した。ならね、教室戻って、まあこんな時にあれだね、なんだ、あ、いた、バスケ部たちいた。どうしよう、まあとりあえずバスケ部たちに違うクラスの生徒、なんか楽しいことねえかな、つまんねえよ毎日毎日。いやお前バカとはなんだ。あ、悪いピカか、すまん、今のはこいつらに言ったんだ。今から帰りか、転ぶなよ。ああ、これ何してるんですかこいつ。おいおい、部活ないのか、ちょお前酔いてくれんかな。は、だから合コンの当てなんて言われてもこっちが聞きた。あ、ごめんごめん、ピカ帰るとこか、気をつけてな。うん、部活ないんだ、了解。ここは2年1組です。はい、なんかさ、ここにいた女の子たちに、女の子に何かを倒してくれて、こいつだったか。あ、すまん、気弱そうな女性と友達に笑われました。私何でも怖がりすぎだって。私変ですか。いや変じゃないよ。え、そうですか、おかしくないですか。そっか、少し安心しました。思う存分怖がることにします。もうそれでいいんだよ。わあ、あ、ありがとうございます、これお礼の鍵です。ああ、やっぱこの子か。あ、鍵3つもらったのか。きれいだから大事にお守りにしてたんです。あ、お男の子はいりませんか。は男の子はいりませんかって、女の子はいります。でもこれくらいしかないので差し上げます。何がですか。うん、依頼達成した。他依頼ある。うん、いやいやいや、うん、いや君は何かある。ピ
カと花村って仲いいよね。やっぱり都会者同士気が合うとか。うん、まあまあそんなことはないよ。フィーリングが合うんですよ。都会なんか関係ないってこと？へえ、本当に仲いいんだ。そうだよ、そう、人と人のとのあの関係ですよ。どういうんですかそれ。あー、すまん、君なんか言ってなかったか。暴走族ね、迷惑してる人間も多いらしいぜ。まあ俺に関係なきゃそれでいいよ。うるさくても寝れるし、俺どこでも寝れるんだ。さて、じゃあそろそろ帰るか。暴走族より学校の方が面倒だよ俺は。欲しいことあればいいですね。クエストないのか。あの子とせっかく同じクラスなのにまだ一度も話せてねえんだよ。くそ、席替えでもありゃいいのに。1年間席固定とかありえねえよ。小学校に戻りてえよ。こうなったら行事を利用するしかねえ。最後の手段だぜ。6月の林間学校、7月8日は夏休みで、9月に修学旅行で、10月に文化祭。1ヶ月に1回はビッグチャンスってことだ。燃えてきたぜ。はあ、ちょっと頼まれてくれねえか。なんだ。おう、なんだ。おう、で、頼みっつうのはな、クラスのすぐ屋上に行っちゃう子知ってるか。知らん。様子見てきてほしいんだけど。いや、別に意味はないけどよ。その屋上で何やってんのかとか趣味とか聞いてほしいんだけど。 OK、 いいよ。サンキュー、鬼切るぜ。お、屋上のあの子、行ってくる。行ってきます。あ、君のことかね。君かな。すいません、ちょうど柵の棒に引っかかるのやめてくれませんか。うん、そういえば教室にいた男子生徒がこの子のことを気にしていた。はい、髪の長い、女子生徒。ん、どうしたの。あ、なんでいつもあんたここにいるんですか。単純に好きなのよ。広い空が見える場所って気分よくない。今日はこれ以上聞き出せなさそうだ。日を改めてまた来よう。うん、わかりました。あー、もう何もすっことねえな。河原行くか。あ、そうそう、河原じゃなくて、ちょっと待ってね。強い武器攻略見たんだが、うん、取ってこようぜ。まあ幹事と戦ったところにあるらしい。で、ここなんだが、どこ調べりゃいいんだろうか。隅っこって書いてあったんだよね。これいいのかな。調べっとこなんかねえぞ。頼むよ。おお、違った違った。これはまたサブクエ発生してからの用事や。6月7日だったか、に幹事と話すらしい。分かった。ちょっとも戻らないとな。おかえりなさい。あ、ただいま。ああ、一日損したような気分だ。なんか飯あるか。もう入ってない。なんだか遊ぶか。どうした。うん、どうした。ナナコはそわそわと歩き回ってる。何したいの。お父さん、今日も遅いのかな。あ、
電話。はい、堂島です。どうしました？お父さん。え、本当？うん、わかった。お父さん今から帰るってご飯用意しなきゃ。まあしてくれ、七子。まず俺のもな。ああ、何もなかったけどね。たくあんなくなってる、貴様。俺は何も食ってねえすよ。お父さんがっかりするかな。一緒に買いに行こうかね、たくあん。本当？ありがとう。うん。一緒にお買い物だね。うん。増幅された。行こう、お兄ちゃん。うん、危ない時は守ってね、七子。ただいま。お父さんお帰り。こんな時間にどこ行ってた？あ、こいつがジュネス行きたいって言うから。ドキ。遅くに外へ出るなって言わなかったか？でもお父さん帰ってくるって。だからどんな理由があろうとダメなものはダメだ。お父さんと約束しただろう。いや、りょうたろうさん、すいません。りょうたろうさん、ちょっと待ってくださいよ。ななこは悪くないんすよ。まず話を聞けよ、お前。だがそこまでの伝達力はピカの語彙力ではない。はい、すいません、本当にすいません。ああ、しまった、ななこ、すまん。俺の語彙力がないせいで。ああ、悲しませてしまう。ななこは悪くないんすよ。だが、その勇気が全くない。ななこ、すまん。俺にはどうにもできん。ななこ。すいません、僕が悪いんすよ。なんで、お兄ちゃんが謝るの？お兄ちゃん悪いことしてない。ナコだって悪いこと。ナナコは泣き出しそうだ。あ、すいません、お父さんのバカ野郎。はい、バカバカバカ。あ、良太郎さん、ちょっと話聞いてからあんた怒ってくださいよね。え、ナナコ、親に向かってバカやマヌケやとはなんだお前。あ、良太郎さん、堂島に事情を説明した。俺のためにたくあんを？そうだったのか。本当にあんたちょっと。まあね、七子を心配する良太郎だから、もう後先、もう頭真っ白になったの、なったんでしょうね。七子がどうなったらどうする、どうなったらどうするってどういうことですか。伝達力が。すいません。だからって子供がこんな時間に出歩くのを認めるわけにはいかない。今はいろ物騒なんだって知ってるだろう。お前も遅くまでフラフラしてるんじゃない。ついでにとばっちりを食らってしまった。おとなしく実勢戻ることにした。
ました。ねえ、褒めてやってもいいんじゃないですか、リオ太郎さん。漢字の回復を待つしかない。分かった。僕変ですか。ここ行ってみっか。またゆきこ行ってこう。ゆきこ行ってこうってどういうこと。ゆきこに会ってこよう。あれ、いない、ここにいないのか。あ、そうだ、屋上行ってあいつに話聞いてこなければな。あー、グッドアフタヌーン。あ、あそこに知恵がいる。また会いましたね。うん、今度はあなたの趣味を聞かせてくれませんか。動物に触れることかな。早く行って、もう行ったでしょ、即答よ。はいはい、わかりました。知恵、どうした、どうしたんだ。猫と遊んでんのかな。アース、うん、いやいや、何やってんのお前も。うんうん、やってく特訓ビシバシと。行こう行こう。いやいやいや、あの拒否コマンドはないんですか。サメカワ、うん、おかえり。あ、ただいま。元気出たかな、ナナコ。またクイズ番組見てんの。うん、あった。あー、リョウタロウさん。おう、なんすか、何のゲームすか。そう、わけわかんねえよお前。そろそろこっちの暮らしも慣れただろう。うん。暇なのか。まあ座れよ。ここに、あの、なんかうまそうなビスケットあるけど、あの、1枚もらっていいでしょうか。お前が来てからこうしてゆっくり話をする時間もなかったな。堂島は必死に話題を探しているようだ。いや、その、どうだ学校は。うん、楽しいよ。そうか、ならよかったな。学生時代なんてのはあっという間に終わっちまう。楽しんでおけるときに楽しんでおけよ。堂島は一人でうなずいている。ねえ、わかんないもんね。僕も学生のときは早くこんなもん卒業したいとか社会人になりたいと思っていたけど、ねえ、あの、逆になるから。みんな。あとはそうだな、友達やなんかは、いるようだな、いろいろと。難しい顔をしている。お前の交友関係にまでどうこう口出しするつもりはないが、俺の言いたいことはわかるな。あんまりすげえのと、関わるんじゃない。はっきり言ってください。はいはい、勇気はない。口答えは一切できません僕は。わかるな。はいはい、わかります。その通りでございます。そうか、自覚はしてるってこったな。よろしい。なぜか事件の鍵にはお前だ。考えたくはないが、事件が始まったのもお前がこの町に来たと同時期だ。俺の仕事はな、まずはじめに
偶然って選択肢を消すことから始まる。これ以上お前が俺の領分に足を突っ込んでくるようなら、その時は。どうしたの？お兄ちゃん悪いことなんてしてないよ。分かってるって。そんなつもりじゃない。たくあんでも食べなさい。でも。だっていじめてる。いじめてなんかないぞ。ちょっと話をしてただけだね。え、捉え方を間違っちゃいけない。ナナコ、捉え方を間違えさせる俺も悪いんだが、もう遅いだろ。そろそろ寝なさいね。クイズはどうだった？調子は今回は。んー、ナナコ無視か。終わった。やれやれ。あいつお前のことが気になって仕方ないようだな。ナナコとの初めて出会った時のこと今ちょっと頭によぎったねえ、ナナコ照れてた。道島良太郎さんのあの後ろに隠れてたのね、懐かしいよね。とにかく危ないことにだけは首を突っ込むな。突っ込むのはテレビの画面だけにしとけ。はい、わかりました。お前が無事ならそれでいい。成績を上げろとまでは頼まれてないからな。堂島は純粋に心配してくれているようだ。堂島との間にほのかな絆の芽生えを感じる。堂島は何の何なんだろうか。あ、フォーか。へえ。はいはい。ほう。今まで住んでいた町とは勝手が違うだろうが、ここにはここのいいところもある。人も同じだ。わかるな。ん？まあ今は少しばかり物騒な町になっちまっているがな。さてそろそろいい時間だ。早めに寝ろよな。寝ろよ。おやすみ。はい、おやすみなさい。今日は学校が休みだ。今は幹事の会話早い。テレビショッピング何あるかな。あ、なんだ。もしもし。あ、もしもし。一条だけど。どうした。今日暇だったらどっか行こうぜ。七瀬も一緒。あ、行くよ。ちょっとあれしたいんだけど、テレビショッピングしたいんだけど、行くよ。オッケー。はいはい。四つ目内道書店。永瀬、何買ったんだ。お前鼻の下伸びてるぜ。漫画だよ。昔家にあって懐かしいなと。てあ、間違えた。剛腕英雄ビッチャーマンのつもりだが、魔女探偵ラブリンベイビーだ。ピカニアル。な、何のことかようわからんが。え、そういうの読んじゃうのお前。ハイエンドだなお前。
つっかしいな、絵が似てると思ったんだけど。あれ？あんたたち3人で鼻の下伸ばして何呼んでんの？ピカ君に一条君に七瀬君？不思議な組み合わせでもないか。部活一緒なんだっけ？うん、そうですよ。うわ、さ、里中さん、何やってるの？なんだお前、知恵のこと気になってんの？修行？今ちょうどいいところに目の前にサンドバッグが、いつものサンドバッグがいるからさ。修行？さすが男だな、里中。違うっつの、本当にバカ野郎。ああ、知恵との仲も深まんのか。ああ、おかえりなさい。ああ、ただいま。今目の前にびっくりマグが飛び込んできたよ、七号。んあ、何びっくりマグ出してるんですか、本当に。ねえ、七号。どうしました？おう、ゲームか。最近どうだ。何ゲーム、ゲームって言ってんだろう、あんた。俺どこゲームしてるの？ああ、どうだってのもなんだが、堂島は必死に言葉を選んでいるようだ。まだまだ若いつもりでいたんだが、さすがに高校生とは話題がな。堂島とうまくコミュニケーションが取れない。伝達力が話し上手ぐらいか、話し上手、あ、伝達力が話し上手ぐらいであれば話をつなげられるのだが、話せないのか今は。了解。伝達力、まあ授業で答え合ってるのを伝達すればいいのかな。分かった。はい、それではね、今回はここまでにしときます。いつの日やこのびっくりマークにも答えられるように頑張っていきますよ。はい、それではまた次回お会いしましょう。またね。